はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はですね、ジンです。そして、これはね、とうとう買ってしまいましたよ。超高い。超ほぼ最高級レベルの、最高級ではないですけどね。超有名で、高い。高くて、高いっていうジンの、ほぼ代名詞。高級品というジンの代名詞でもある。こちら。タンカレーのナンバー10です。とうとう買ってしまった、これ。ね。まあ、買った理由としては、まあ、ボーナスが出たからっていう、まあ、ボーナスが出て、あれ、ハブリが良かったからっていう、だけです。うん。で、俺がちょっと、久しぶりにジン飲みてえなと思って、さて何飲むかなと思った時に、これが2500円だったかな。2600円ぐらいで、売ってて、まあ、いつも売ってるんですけど、これちょっと久しぶりちゃうわ。ちょっと飲んでみてえなと、思って、よし、買っちゃうかと。いてて。買っちゃうか、とうとうこれを、と。ということで買ってしまいました。ね、この六角瓶。違う。1、2、3、4、5。八角瓶ですね。八角。八角形の瓶にここに10とナンバー10と書いてある。まあ、タンカレーは、以前飲みましたが、まあ、47度のかなり淡麗のね、辛口のジンだったんですが、これはそれの、何なのかわかんないですけど、高級バージョンみたいな。まあ、あれ自体もともと高級なんですけど、タンカレー自体はもともと高級ですけどね。これ 750ml で、アルコール度数が47度です。高い。まあ、タンカレー自体47度でしたからね。これを、とうとう飲む日が来るか。それだ、これを。硬い。おぉ。ね、ストレートで一気にいただきたいと思います。ね、まあジンは久々ですけどもね、これはやっぱりうまいとは思いますけど、まああくまで俺の主観で、タンカレー自体俺あんま好きじゃないですからね。タンカレーはね、ジンのね、以前飲んだタンカレー、通常のあれあんま好きじゃないんで、まあ割るんだったらいいんですけどね。ストレートで飲む分にはあれはちょっと、きついかなと。きついっていうかね。そんじゃ、乾杯。まあ香りはまあ普通。別に普通だな。甘い。これはタンカレーの普通のやつに比べるとかなり甘口になってる気がする。うん。んでね、やっぱ度数が高いからかな、かなり鼻にくつーっとツーンとくる、アルコール臭というかね、香りがブワーンと立ち込め、
わけなんですが、でも口当たりは非常に普通にまろやか、なんだけど香りがものすごくズキューンときますね。何かね。でもその割には口当たりは非常にまろやかです。厳選されたボタニカルと生のフルーツが醸し出すエレガントで繊細な味わいが特徴のスーパープレミアムジンです。スーパープレミアムジンですよ。すごくね？すごくないですか？え？安っ！これ2176円かよ。くっそ安いじゃん。はぁ、どここれ？楽天市場で買うと2176円なんだけど。送料別だけど、もう売り切れてんのかい。売り切れてんのかい。送料一律390円だから、まあ2500円ぐらいだな。もう変わらん。香りよく、レビューがありますね。香りよく、タンカレよりほんのり甘みがあります。上品な味わいだって。あ、やっぱ甘いんですね。俺の舌間違ってなかった。確かに甘い。というか、タンカレーよりほんのりどころか、もうダイレクトに甘みがあります、これは。もう見るからにこう、甘い。どう見ても甘い。多分今まで飲んだ中のジンで、おそらく一番甘いんではないかと。思うぐらい甘いです。どう見ても。どう考えても、これは甘いですね。完全に甘いですね。もうそれが多分もう、あ、甘いジンだなっていう感覚です、俺は。で、まあ。あとはまあ、香りがやっぱり、香りがなんか、もうやっぱ香りも甘いんだよな。香りも甘い。で、口当たりは、まろやかなんだけど、47度にしてはかなりまろやかですね。口当たりは。で、なんだけども、やっぱ47度だけあって、やっぱり、気化した、アルコール臭がこう、プーンとこう、ツーンと鼻につく。感じですかね。でもこのツーンと鼻につくんだけど、そこがもうまた香るんですよ。その鼻にこうズキューンとこう ジンの柑橘系のこの香りがブーンと、ズキューンと。いう感じですね。タンカレー、ウィキペディアにあります。タンカレーはイギリスで製造されているジンのブランド名である。4回の蒸留により生み出されるスッキリとした味わいが特徴。アルコール度数は 47.3%。ですね。20歳でロンドンのブルームズベリーに、蒸留所を開いたチャールズ・タンカレーが1830年に作り出した。
1868年に彼が亡くなった時、この蒸留所は息子のチャールズ・ウォー・タンカレーが相続し、製造を引き継いだ。第二次世界大戦中、蒸留所は破壊されてしまったものの、一つだけ戦火を免れた蒸留機があり、それはオールドトムと言われ、現在でも使われている。ほう。1999年にはプレミアム品として、1839年当時のオリジナルレシピを再現したタンカレーマラッカジンが発売された。2000年にはタンカレーナンバー10が発売された。うっそ、結構最近じゃねえか。最近じゃねえけど、2000年じゃん。あ、そんな、あれなんだ。まだ歴史薄いですね。まだ12年、13年ぐらいしか経ってないんだ、これ。できて。へぇ。銘柄名はタンカレー社の伝統的な製法を再現するために同社に現存している、蒸留機の中では最も古く10番目に製造された小型単式蒸留機、過去タイニー10により製造されていることに由来していると。新鮮な原料を使い4回の蒸留過程を経て製造。風味を損なわないようにするために少量ずつ製造している。なるほど。はぁ。あ、本当なんだ。へぇ。いやぁ。これは甘い。まあ、アルコール度数があれだけども、飲みやすさとしてはかなり上だと思いますね。かなり飲みやすい。ただ鼻にツンとくるのは、でもやっぱ香りが非常に強い。でね、楽天市場にね、なんかレビューが書いてありますけど、これちょっとね、ちょっとおかしい人がいるんですが、個人的にね、なんか、ジントニックに最適とかって書いてあるんですけど、うん、ジントニックでこれを。これめっちゃ高いところはめっちゃ高いんです。3000円ぐらいするところはあるんですよ。ぶっちゃけて言うと。俺見たところによると一番高いの3500円とかで売ってたりするんですよ。やっぱり。プレミアついてんちゃうか、これ。わかんないけど。ね。これをさ、ジントニックとか、バカじゃないのって思うよね。せいぜい普通のタンカレー、まあ、普通のタンカレーだったらまあ、ね、ジントニックにはまあいいとは思うけど、あれは結構淡麗だから、あのね、うん。あれ自体結構、そんなに、うん。度数も度数だし、ね、香りは結構あるんで、うん。ジントニックにはいいとは思いますけどね、タンカレーはね。これはなんか、すごい香りがもう、ブヤーってきますね。口の中にね。豊かで個性のある香味を醸し出した洗練された味わいの、タンカレー。タンカレー10は、生のフルーツを使用することで、深い香りとエレガントで、繊細な、味わいが特徴のジンです。なるほど、ね。フレッシュな生のフルーツや手摘み、ボタニカルなど厳選された素材を使用することで、タンカレーナンバー10は2000年から3年連続でサンフランシスコ世界スピリッツ大会においてベストスピリッツに選ばれてきました。はぁ。
でもこれ2000年にできたんだ。へえ、知らんかったな。これは知らんかった。確かにタンカレーの、あの、普通のタンカレーに比べると、もう明らかに違うのは分かった。もうどう見ても甘い。うん、まず第一に甘すぎる。香りもめちゃくちゃ甘い。で、まあ、それぐらいかな。俺の中だと。俺の中だととりあえず香りに、普通のタンカレーに、香りに甘さと味に甘さをブニューンと加えたレベルですね。うん、そんな感覚です。うん、ちなみにタンカレーの普通のジンは楽天市場だと1320円。安いですね。普通だと1500円はするな、これな。うん。てか、ここ。まあ、送料は別だけども、1999円とかで売ってるんだけど。ナンバー10が。安っ。これ、どこの店だよ、これ。普通に2000円で買えるとか。どんだけ。安っ。うん。うん、これはあれだな。冷凍庫でキンキンに冷やして飲むのが最強だろうな。多分。冷凍庫でキンキンに冷やしてロックだな、これ。これはやばい。にえ！これちょっと。え、なんでも酒屋格安で、あの、オンラインショップの。4180円で売ってんだけど。高っ。うん、これね、うん。味自体はそこまで強くないんだけど、香りがやっぱりものすごいのかな、これな。うん。味自体は甘いっていうぐらいなんだけど、うん、非常に香りが強いんだな、これな。はあ。やっぱ香りがズキューンってくるからね。うん。これは、うん、これは美味しいね。いや、これはさすがにあれでしょ。あ、アマゾンで2450円で売ってますね。まあ、ただ送料は別ですけども。うん、商品の仕様として、少し甘みがあり、他のいかなるジンとも異なる、芳醇で上品な香りですって。レビュー。うん。うん、俺のジントニック最高だって。いやー、いやー、ちょっとそれは、うん、しない。もったいないですね、ジントニックは。おもったいないけど、ちょっとやってみたい。ちょっとやってみたいですね。
ちょっとやってみたいですね。ちょっとやってみたいですね。これはちょっと、やっぱり、まあ、ね、やっぱ値段相ということでもないですけどね。ただ値段的に考えるとやっぱり高いなと。2500円ですからね。普通のジンの2倍ですよ。普通のジンの2倍どころ 2.5 倍です。俺の一番好きな、ね、ギルビージンの3倍近いですね。ん ?3 倍近い。あれ確か900円、800円ぐらいで買えるから。3倍です。それはないかなと。これはちょっと買わないですね。美味しいは美味しいです。ただ、ちょっと値段的にはちょっと、俺は見送りますね、これは。これ買うんだったら普通のタンカレーか、まあ、ビーフヒーターか、ギルビーか。もう安定なギルビーだな、やっぱな。でも明らかにギルビーの47度とははるかに違うのは、ありますね。どう見ても。ギルビーの47度と比べるともう全然違うね。さすがにね。さすがに。バカかってぐらい違うね。もう、さすがに。だいたい俺47度嫌いなんだ。でもこれは47度にしては非常に、全然、美味しいなーって飲める感じですね、これは。いや、あと高いのって言ったらやっぱり、超有名な、バカ高い人、ビクトリアン・バッド・ジンという超かっこいい名前の、ねえ、ビクトリアン・バッド・ジンですけど、ね、ちょっとあれは飲んでみたいけど高すぎる。3000いくらって言ったな、3500円くらいだな。あれ、ビクトリアン・バッド・ジン。超かっこいい。まあ、あれ自体は、あね、大したことないんですけど。器というか、この瓶はね、瓶自体は大したことないんですが、ね。ちょっと、飲んでみたいけど。ね。でも、ぶっちゃけて言うとさ、いや、ちょっともう、もうちょっと飲むけども、正直言う、俺、これは、もう、今後一切買うことはないのはわかるとして、まあ、あくまで俺が超金あったらの話ね。超お金があったらの話。例えば1億円ぐらい持ってたとしたら、じゃあ、どれ買いますかっていうと、まあ、やっぱこれになる。かなと。総合的に値段を考えないでいくと、多分これかボンベイサファイアですね。それに比べてやっぱボンベイサファイアって非常に安くてうまい。っていうのあるね。ボンベイサファイア。ボンベイサファイア非常に俺好きなんですよ。ボンベイサファイア。これもね、47度のジンなんですけど。まあ、これは、ね、ジン好きな人だったらもう、もう超、この瓶が超かっこいいんだって。超かっこいいっていうか、まあ、今のところこのナンバー10が一番かっこいいはかっこいいけどさ。やっぱそれに負けずとも劣らない魅力があるよね。ボンベイサファイアはね。これはやっぱりボンベイサファイアは、このサファイア色の、この綺麗な色のね、これですよ。で、ボンベイサファイアの強みっていうと、
正直ナンバー10にも、あの、ナンバー10に、このジンに負けるとも劣らないほどの香りがあるってことです。うん。甘みはまあない、くもないけども、一番、あれなのはやっぱり、ね、値段的にちょっと若干高いけど、まあそれでもまあ、1500円ぐらいかな、これもな。1500円ぐらいですかね。ボンベサファイアはね。うん。うん。これはもう、どう考えてもこれは、うまいよ。はっきり言って。香りがもうものすごいからね。ウィキペディアでボンベイサファイア見ます。ボンベイサファイアとはバカルディ社の子会社ボンベイスピリッツ社がイングランドの、チェシャー州で製造しているジンのブランド名である。1987年から発売されている。これは俺の生まれた年ですね。製品の流通はバカルディ社が行っていると。まあ、バカルディといえば有名なのはラム。バカルディのラム、有名ですね。世界的にナンバーワンシェアを持っているラム酒ですが。ここら辺はいいでしょう。製法の特徴。原材料と蒸留方法において際立っている。伝統的な原材料である、ジュニパーベリー。これも有名ですね。聞いたことある。に加え、9つの香料と植物、過去アーモンド、レモンピール。スペイン肝臓、オリスルート、西洋陶器、コリアンダー、シナニッケイ、ヒッチョウカ、マニゲットが加えられている。はぁ、あ。通常アルコール分と、香料は混ぜ合わされて蒸留されるが、このスピリッツは蒸留されその蒸気がハーブやスパイスを通されるため、香り高いジンに仕上がっている。これですよ。いや、もう明らかに香りがやっぱ全然違いますね。ボンベイサファイアもね。この特殊な香り付けの方法を、ベーパーフュージョン製法と呼ぶ。またアルコール自体を作るベースとしては、スコットランドで作られた穀物のみを使用し、そして最後に加える水は、英国、ウェールズのベルヌイコを水源とする。はぁ、あ。ね。こんだけすごいのが1500円ぐらいで売ってるんですよ。これ、そのプラス1000円ですけど、まあでも、個人的にちょっとプラス1000円出してこれかっていう感じですけどね。うん、いや、うまいんですけどね。ただ明らかにこのまあ、香りもやっぱり、ボンベサファイアよりか、劣るんじゃないかな。劣るっていうか、まあ、ねえ、多分ボンベサファイアは、もっと香りは強いはずですね。うん。で、ギルビージンは荒いんですよ。すべてにおいて。ボンベサファイアをさらに荒くして、あの、香りを荒立たせた感じ。なんだけど、香りは強いのは間違いないんです。うん、だから、俺の中でジンで、香りが強い順に並べると、まあ難しいけど、少なくとも、このナンバー10と、ボンベイサファイアと、ギルビージン。この3つが、俺の中で、あの、香り高いジンだなとは思います。うん。まあ少なくともうまい香りの中でですよ。いい香りっていう意味で、そこら辺にあるこのなんだ、なんだっけあれ。ね、まあいいわ。前飲んだまずいジンとかね。ああいうまずい香りはまあいいんです。
でも安いな、これな。ボンベサファイア1200円とかで売ってるもんな。楽天市場。違う、ヤフーショッピングか、これ。まあ、これはぜひ、ね、ナンバー10のを飲んでるのにもかかわらず、ボンベサファイアのおすすめしてるという時点でちょっと頭おかしいんですけども。今度ボンベサファイア飲んできて、あの、買ってきて、ちょっと、あれだな。あれ、ちょっと、ま、飲むわ。これ紹介するわ。ただ一番ね、やっぱり、安価で買えて、なおかつ香りがすごい強いっていうのはギルビージンなんですよ。だから俺はそれの中でそういう意味で一番ギルビージンがすごい、あの、庶民に合った人かなと思うんですけども。やっぱこう、庶民に合ったのが一番合ってるのがギルビー人。で、一歩手が、金があるんだったら欲しいなっていうのがボンベサファイア。で、まあ、金があり余ってしょうがないんだったら10を買う。ナンバー10を買う。って感じですかね。まあ、あとちょっと辛口のやつ飲みたかったら、とか、ジントニックを作りたかったタンカレーのな、あのタンカレーかな？通常のタンカレー。ロックとかで飲むんだったらやっぱり、ね、ギルビーとか、あの、ボンベサファイア。とか、ナンバー10とかね。そんな感じですね。でも少なくともギル、じゃあ、タンカレーの、通常のタンカレーはやっぱり、俺は一番、あの、ジントニックに合ってるとは思いますね。合うジンだなとは思います。あれは。なぜならば、あれは辛口だから。非常にドライ。ドライで、だから結局これの、ジン自体のこの甘さがないんだよね。これ非常に甘すぎる。ちょっと。ナンバー10は。甘すぎる。なので、もう大体トニックウォーター自体でもそもそも甘いんですよ。かなり。甘いので、これにさらに甘いのを足しても、なんか逆にぶっ壊れるんですよね。味がね。甘いのに甘いの足して、なんか、わけわからん甘さになってくるんで。そこはやっぱり、ジントニックはやっぱりドライなジンを合わせるのが、個人的には好きなんで。で、もって、香りが強いやつですね。ドライでなおかつ香りが強い。って言ったらやっぱタンカレー、通常のやつが一番合うかなと。いう感じです。まあ、今度、ね、ボンベサファイアもね、買ってきますね。タンカレーも今度買ってこようか。タンカレー通常のやつね。多分どっちも1500円ぐらいだと思うんで、ちょっと高いですけどね。まあ、でも、そこにありますけど、リヒテンシュタインヘーガーとかいうね、クソまずいジンをね、アホみたいな値段で買うよがマシだと思いますけどね。あれ高かったんだぜ。リヒテンシュタインヘーガー、あれ、いくらやったかこれ。リヒテンシュタインヘーガー。シュリヒテか。間違えた。シュリヒテシュタインヘーガーか。シュリヒテシュタインヘーガー、これ高かったんだぞ。高かったんだけど、普通にまずかったもんな。2000円ぐらいした記憶があるけど。気のせいか、これ。くっそまずいんだ、これ。ちょっと飲んでみるか。しかも、ボトルくっそダサいし。超ダサいし、これ。なにこれ。壺かよ。壺だぜ、これ。ただの。これだよ。この香り。ナンバー10を飲んだ後だと。さらによくわかるけど。これだもん。臭い。何か臭い。何かおかしい香りがする。
ぬっ。うひょ。多分ね、一番今までで、一番か二番か、そんぐらいに一番まずいジンだね。これはね。もう一つジン、くっそまずいのあったけど、なんだったかな。あれ俺はあれ全部飲んだんだっけ、あのクソまずい人。あれ、いや、あれ記憶にないな。あれ飲んだ、見当たらないもんな。飲んだっぽいな。よく頑張った飲んだな。適当にコーラで割りまくって飲んだか。わかんないけど、クソまずい人もう一個あった気がするんだよな。あれな。なんだったっけな。ああ。ああ、あれだ。透明で赤いラベルの。赤いラベルっていうか赤と、忘れたな。見ればわかる。うわ、まずこれ。うほ。これはまずい。びっくりするほどまずい。なんでこんなまずいんだ。ありえない。修理してしたい兵がクソまずい。か、名前はめちゃくちゃかっこいいのに。名前めっちゃかっこいいのにクソまずい、これ。うわ。もうこれ飲んだだけでもう吐きそう、吐き気を催してくる。ガチで。これダメだ。ワンショットですら飲めない。まずすぎる。これはまずいな。まあ、ということでね。まあ、これ、あ、そうだ。評価書いてみ。これはもう、文句ないでしょう。うん。まあでも、高けりゃうまいっていうことでもないとは思いますけども、まあ少なくともこれは高くてうまかったっていう典型ですね。これは。ただし、値段的に考えて、ギルビージンの3倍のうまさがあったかっていうと、さすがにそれはないです。まあ、ギルビージンの2倍ぐらいかな。せいぜい、ね。せいぜいそれぐらいでしょ。これはもう、さすがに文句なし。うん。まあ、こんな感じかな。まあ、これはさすがにちょっと、日の打ちどころがほぼない。ですかね。うん。いや、でも。ああ。ちょっとおすすめ度がね、ちょっとあれなんですけど。値段的にちょっとおすすめできない価格ですからね、これはね。まあ別にいいでしょ。ね、値段的にちょっとおすすめはできないんですけど、まあ別におすすめ度一つ星でいいだろう。うん。うん。まあ、こんなもんでしょうか。ね。コクは四つ星。甘みと香りは五つ星。おすすめ度も五つ星。まあ、多くないでしょう。まあ、コクは五つ星ではないとは思いますね。うん、まあ、だいたい、ジンにコクとか、あんまりそこまで、
コクってどんなのっていう感じになってくるね。ジンに関して言うと。だいたいいまいち俺もコクっていう意味があんま分かってないんだよな、だいたいな。何コクってって、みたいな。コク？ん？って感じなんだよね。多分味の持続度みたいな感じだと思うんですよ、俺の中だと。あ、でも五つ星しとくか、これは。多分、よう分からんけど、多分五つ星だろう。うん。多分。うん。多分、全部五つ星です。多分、始まって以来、ではないですか。このホワイトボードを使って、すべてを五つ星に書いたのはね、多分、はずだと思います。うん。ただ、コクのね、概念がいまいち分かってないんで、ここら辺ちょっとね、コクっていうのは具体的に、超具体的にどういうことなのか、味の持続度っていうことで、俺はあくまで考えてるんですけど、味が結構持続する、舌に長持ちするみたいな、もしくは深みがあるとか、味に深みもクソも、まあ、結局のところ、味のこう持続してくる、こう、ずーっと残ってる感じとか、そういった感じだとは思うんで、まあ、詳しく知ってた人いたら教えてください。ではご視聴ありがとうございました。